千葉寺は、千葉市中央区にある新言集豊山派の寺院。三号は、海上山。本尊は十一面観音であり、坂東三十三観音令場、第二十九番札所である。本道寺伝によれば、709年、この地を訪れた、東国巡釈中の行基が十一面観音を安置したのに始まり、聖武天皇の命により、千葉寺と称したという。 1160年に道具を消失している。千葉市の居城である井の花城に近いことから、千葉市の祈願書となった。境内には、千葉市後守護神の一つである千葉寺の竜県、滝倉神社がある。御祭神は、海津謙信。1950年代の発掘調査で、旧時の境内は、約126メートル四方だったと推定され、奈良時代の河原が出土していることから、 英略年間以前にはここに大画廊があったと考えられる。三門は1841年に再建。観論堂は1828年に再建したが、第二次世界大戦で空襲で消失、1976年に再建された。千葉寺の遺町開始年代は不明であるが、江戸時代には名の知れた行事として千葉寺で行われていた奇襲。類似の風習が、 悪口祭り、悪体祭として、全国各地に存在する。毎年の大晦日の深夜から、元日の未明まで、面や放火無理など蘇生がわからないように仮装をして、千葉寺に集い、権力者の不正や人の良くない行いなどを罵り合い、笑って、年を越すという風習。徳川家康が黙認して、声の目安箱として、意見を取り入れていた、ともされている。 この習俗を題材にし小林一佐が、徘徊、岡本喜道が儀曲を表している。高田京清の、相馬日記にも登場している。千葉寺休みに子供も、無理笑い千葉笑い復興会、千葉笑い実行委員会ではこの伝統ある、地域文化を継承するために、笑い納めや初笑いとして2010年度より、活動している。AB 全国寺院名刊官観公開編纂。 全国寺院名館北海道、東北、関東編史学センター、1976年、244ページ。千葉市市編纂委員会、千葉市市第3館千葉市、1974年、546ページ。千葉大百科事典千葉日報社、491ページ。滝倉神社千葉市、千葉県お参り。お参り、2019年10月9日閲覧。 鶴岡静雄、関東古代寺院の研究、小井淵俊介三百391ページ。AAB 会場3千葉寺、東京国立博物館所蔵、道、バ地区通トールズリ道路、E 国宝、国立文化財機構、2019年10月25日閲覧。第3版、デジタル大事選、朝日新聞掲載、キーワード、大辞林。千葉笑いとは、 コトバンク。2019年10月9日閲覧。大晦日は、千葉寺の伝統行事、千葉笑いへ。千葉トピ。ニュース。chibatopi.jp。2019年10月9日閲覧。Humans.txt。笑い祭り年末年始の笑い祭り4000笑い。waraiplus.com。2019年10月9日閲覧。 大晦日の千葉笑い千葉寺1231千葉市観光協会公式サイト2019年10月9日閲覧ありがとうございます。